どうも、アキです。今回はですね、ウームから新しく出た、激おこはじめ社長、何なんですか?というゲームをやっていきたいと思います。ん?まずは遊び方確認してみましょう。はじめ社長の怒りの力が一番集まったタイミングで実験を開始しよう。実験が成功すると、増えたトミックたちが吹き飛んでいくぞ。おお。吹き飛んだトミックたちが多いほどきっと面白い動画になって PV 数が増えるはず。中にはハジメの私物を持ち出したやつもいるみたいだ。ぶっ飛ばして取り返そう。実験の種類は全部で100種類。トミックたちを吹き飛ばしてコンプリートしよう。おお、とりあえずトミックさんをぶっ飛ばせばいいんですね。了解しました。はい、あらすじも読んでおきましょう。ハジメ社長はいつものようにトミックにドッキリを仕掛けようとしていました。だけどなんだか今日はいつもと様子が違う。あれ?たくさんのトミックたちが部屋を歩いている。何なんですか?何なんですか?何なんですか?トミックがはじめを置いて勝手に面白いことになっていることがはじめには許せませんでした。はじめは今までの実験でトミックたちをぶっ飛ばしてやろうと思いましたということで。はい。では、どんどんトミックさんをぶっ飛ばしていけばいいのかな?やっていきましょう。お、なんかこれってきた。さあ、押すと何なんですか?お、これでパーセンテージがあるのかな ?174%! ぶっ飛ばす!究極の歯磨きへの挑戦!究極の歯磨きへの挑戦。俺くらい忙しくなるとただの歯ブラシだと時間がかかりすぎるんだよね。これでどんな汚れもピッカピカー!ギュアー!あ、この動画見たことあるわ。はい。おー、これ YouTube のアプリにリンクもあるんだ。いいね。いや、今ので230万回も稼ぐとはさすがはじめ社長。ちょっともうちょっとトミックさんぶん殴ってみましょう。お、魚を持ったトミックさん現れましたね。おりゃ!よし、これで100、100、100、100、お、98!ドーン!おぉ!ぶっ飛んでいきますね。ちょっとしたストレス発散にはいいかもしれないですね。まあこんな感じでね、どうやらトミックさんをぶっ飛ばしていって、どんどん、はじめ社長のね、必殺技を出していくゲームだそうですね。ではせっかくね、トミックさんをぶっ飛ばしてストレスを発散できるアプリだということで、今回ですね、ちょっと最近僕がですね、すごい考えてたらストレスが溜まることがありまして、それを最後にね、ちょっと大声で叫びながら、まあストレスを発散して、終わりにしようかなと思います。では、トミックさんぶっ飛ばしながら行きましょう。よいしょ。何なんですか?ということで、言わせていただきます。なんで夏でも体温より気温の方が低いのにこんなに暑く感じるんだ?わけわかんねえ !100%! アディオス!この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり下ってく